新年明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。2023年皆様明けましておめでとうございます。2023年ですよ。もうマルリとやってからもう8ヶ月ぐらいかな、経つんですけど、最初はね、若い女の子だからさ、どういうことになるかちょっと不安だったんだけど、親子感、女同士、いろんなシーンに合わせてこう対応できることで、ZIPFM もそうだけど、あと3年目になるんですよね、もう今年で。ちょっとね、成長できたのかどうかわかんないんですけど、これはね、一番多分聞いてくれてる人たちが一番感じてくれてることだと思うからね、またその辺もまた今年いろんな意見を聞きたいななんて思ってるんですけれども、2022年は自分またこう映画とかね、いろいろさせてもらって、 ZIPFM 以外も結構やらせてもらったんで、今年も意欲的にいろいろやってみたいと思います。引き続きまたドラマクイーンをよろしくお願いいたします。私はもうドラマクイーンから ZIPFM スタートしたので、最初の収録の時思い出すと正直ドキドキしてたし、まあでもアンジェリカさんで本当に良かったなってずっと思ってるし、伝え続けてるし、まあこれからもね、2023年ももっともっとドラマクイーン盛り上げていきたいなって思ってます。結構ね、たまに失言というか危ない発言もあったんですけど、そこをね、アンジェリカさんが優しく包み込んでくれて、めっちゃ楽しかったですね。笑わない収録一回もなかったなっていう印象がありました。チームみんなめっちゃ仲いいので、これからもそのワイワイガヤガヤ感が聞いてるみんなにも伝わって、ドラマクイーンもっともっと愛される番組にしていきたいと思いますので、皆さん2023年もよろしくお願いします。今年もドラマクイーン聞いてね。ドラマクイーン。